はい、トモラマックスです。今回ですけども、こちらのマッサージガン、UFIT リリーサーミニの紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、こちらのマッサージガンを作っている UFIT さん、こちらの商品の名前にも UFIT リリーサーミニとある、その UFIT さんは、日本のフィットネスブランドで、ボディケア、あと、フィットネス器具、完全栄養食の販売や、トレーニングや栄養の情報発信などもしております。元プロ卓球選手の水谷隼さんがアンバサダーを務めていたり、あとバスケットボールチームのオフィシャルサプライヤーにも選ばれています。そして個人的にその UFIT さんの、ホームページを、ちょっと覗きに行ったんですけども、一番印象に残っているのは、その UFIT さんのそのスタッフ、まあ執行役員の方とかのプロフィールとかを見れて、いろいろコメントがあるんですけども、どのスタッフも、大体何かしらのスポーツをやっていまして、例えば、ラグビーをやってる方もいれば、サッカーをやっていた方、あとは吹奏楽の方とか、まあいろんなその、まあもちろんサッカーのをやってる方もいましたし、そういういろんなスポーツに関わってきた人が集まって、会社を作っていると。なのでこういうマッサージガンとか、その治療、ボディケア系の治療するような器具に対して、すごいこう、いろんな意見が出るんじゃないのかなっていうふうに僕は思っていて、僕自身、小学校の頃から、まあほぼほぼ陸上競技しかやってきていないので、どうしてもその陸上に対しての、知識しかないので、そういうサッカー選手がどうだったとか、あとラグビー選手がどうだったとか、吹奏楽部の人がどこ筋肉をほぐすとか、いろんなそういうのっていう全然情報がないんですけども、そういう方たちが集まって作ったこういうマッサージガンってのは、僕の中ではまずまず説得力があるんじゃないのかなというふうに思っています。で、続いて、こちらの UFIT リリーサーミニマッサージガンのスペックについて話していこうと思うんですけども、まずスイッチがこちらの一番頭のところにあります。黒いんで多分見えないと思うんですけど、ここの真ん中のボタンを押していただくと動きますよと。この先端部分がピストンして筋肉を揺らすというよりも押し揺らす感じですね。僕は今までいろんな治療器使ってきましたけど、こうただ揺らすことはあっても押し揺らすってことはなかったので、これはまあかなり衝撃を受けています。で、強さに関してはまずこれが第1段階。まあちょっと動画ではなかなか伝わりにくいですけども、2段階、3段階、4段階と、さっき押したてっぺんの部分を押していくと威力が上がっていきますよと。なので1回目、2回目、3回目、4回目押すとこれが今マックスな状況です。まあある程度音はしてしまいますが、この威力は半端じゃないです。で、もう一回押していただくと電源オフになりますよという形です。で、重さに関してなんですけども、約 500g ということで、もちろんつまんで、まあ普通につまんで持てるぐらいなんですけども、この重さに関して僕は結構、まあジャストだなと思っていて、これ以上重くなると、持ち運びっていうところでは不便を感じると。でもこの 500g であれば、今回この専用のケースがあるので、このケースに入れていただいて、ここで引っ掛けて持っていくと。実際に僕はマラソン、この前出たんですけども、そのマラソンにもこれを持って行って、行きましたし、その持っていくことに対してもそんなに億劫になるというか苦になることはなく持っていくことができましたし、あと、会社にもたまに、まあ職場にもですね、たまに持って行って、休憩1時間あるうちの2、30分足に当てたりして、少しでも足の状態を良くしようということで、まあ気楽に持っていくこともできますよと。で、かといってこう軽すぎてしまうと、これ予想になってしまうんですけども、こう、さっき言ったその4、僕は結構1、2、3、4の強さのうち、4で、もうほぼマックスの状況で筋肉にこう当てて、ほぐしたりをして、してるんですけども、この4の威力はかなりすごいので、軽すぎると当てたいところに当てた時に、そこに当て続けるためには自分の腕の力で抑え込まないと、まあブレるんじゃないのかなという予想で、逆にこの 500g ぐらいの適度な重さがあることによって、こう押さえつける時にちょうどいい重さでブレが制限されるというか、ブレないようにピンポイントに当てられるっていう感覚があるので、この 500g っていうのはある意味ちょうどいい重さだなというふうに思っています。で、充電なんですけども、まあ、専用のこういうケーブル、タイプ C のケーブルがあって、USB から引っ張ってきて、
先ほどのてっぺんのところに挿していただくと、充電できますよと。で、一応3時間から4時間ぐらいはフル充電で動きますってことだったんですけども、実際に先ほども言ったマラソンに持って行った時に、その日の朝にまずある程度使って、で、移動して寝る前とかにも使って、で、マラソン終わった後もこれを使ってから帰ってきたっていう風にあるんで、やってきたんですけども、それでも全然充電は持ちましたんで、まあ一泊二日で、試合で、軽く使う分には、充電もする必要ないぐらいの耐久力がありますよと。なので今回そのマラソン行った時はかなり、このマッサージガンのおかげで、助かったなという印象を受けています。続いて、これを使ってみた率直な感想なんですけども、まあ、結論から言ってしまうと、めちゃくちゃいい、そしてめちゃくちゃ感動しています。もし、とか、たらればという話になってしまいますが、これが20年前、僕が大学1年生の頃とか、現役の頃、要するに実業団行った頃とかに、このマシンに出会えていれば、もしかしたら、競技生活の結果ってのは大きく変わっていたんじゃないのかなと。僕は現役時代ほぼ1年に1回は大きい怪我をしていて、まあ戦線離脱すると。で、戦線離脱するとやっぱそれを取り戻すために、時間もかかってしまいますし、取り戻すための焦りってのがあって、また新しい怪我をしてしまうという負のスパイラルに陥ってた時もあったので、結構厳しいなと。で、まあまあ27歳とか8歳ぐらいで現役を引退して、早いなぁとは思っていたんですけども、もしこのマッサージガンが、手元にあったら、少なくとも怪我の予防にはかなり役立ってましたし、仮に怪我をしたとしても、その怪我してる期間ってのは絶対短くなってただろうなと思うぐらいの商品ですし、せめて、今年の1月の僕はアキレス腱、右足のアキレス腱を痛めた時にあればとか、4月の、足首を痛めた時にあれば、今の結果ってのが変わってたんじゃないのかな、むしろ絶対変わってただろうって思うくらいの衝撃を受けているっていうぐらい、かなり、いい商品だと僕は思います。続いて、コストパフォーマンスについてなんですけども、こちらの本体価格が 16,800 円、括弧税込みということで、僕はこの値段に対してコストパフォーマンスはかなり高いなというふうに思っています。まあ理由としては、僕が大学の頃とか、実業団の頃、まあ要するに現役の頃は、マッサージ、治療ってなると、だいたい安くても3000円から4000円、高いところだったら6000円から7000円のところで治療を受けていました。なので平均で言うと5000円ぐらいのところでだいたいまあ治療とか、マッサージを受けていたと。で、プラスそこに行くための移動費ってを考えるとだいたい電車で往復1000円ぐらいするので、1回の治療で6000円前後ぐらいはかかってしまいますよと。その6000円を3回、行かなければこれマッサージガン1台、買えますよと。なおかつ僕はこのマッサージガンを使わせていただいたのが10月の9日から、使わせていただいてるんですけども、そっから今のところ毎日 100% 毎日、分数は違いますけども足に当てて、マッサージ、揺らしています。となると、まあ、365日毎日使うってことは、まあ、いろんな仕事とか、いろんな関係があるので使うことはないかもしれませんが、少なくとも1年間で300日は今のペースでいけば使うであろうと。もしその300日使うんであれば、約55、6円で、6円かな ?6 円ぐらいで1日、56円で、このマッサージガン使えますよと。これが2年になると20何円っていう価格になるので、それを考えれば、先ほどの効果、アキレス腱の痛みであったり、マラソン後のダメージの軽減、疲労の回復っていうところを考えると、1日50円前後で、取れるって考えると、かなり、コストパフォーマンスはいいんじゃないのかなと。で、なおかつ最近、ランニングシューズってのはかなり値段が高騰してきていて、まあジョギングシューズも1万5千円前後、もしくは2万円ぐらいしてしまいますし、レーシングシューズってなると3万円前後するのがもう当たり前の時代になっていて、その中でジョギングシューズ1足分ぐらいでこのマッサージガンが買えると考えればかなり安いなと。で、怪我してしまったりとか、疲労で走れなくなってしまうと、そのランナーとしてはかなり面白くない。それだけでストレスが溜まってしまうということを考えると、これを一台、まあ、一家に一台あれば全然十分なんで、一家に一台とか、一人一台持っていただけると、まあ、疲労の軽減、マッサージも行かなくてもいいですし、疲労の軽減もできますよと。で、なおかつ痛みが出た場合は、痛みの、
回復も早いので、すぐ走り出すことができますよ、というのを考えると、この 16,800 円ってのは、かなり、コストパフォーマンスは高いな、というふうに僕自身は思っています。まあ、あとは実際どんな人に、このマッサージガンがおすすめかっていうと、もう、ほんと万人に、おすすめですね。まあ、ランニングしてる方であれば、僕みたいにアキレス腱の痛みに悩んでる方というのはかなり多いと思うので、そういう方にはもちろんおすすめですし、まあやっと大会が開催される流れになってきて、いろんな大会申し込んでる方が多いと思うんですけども、やっぱ連戦となった時に疲労回復にももちろんいいですし、先ほど言った治療に行くにはどうしても1時間、まあ治療の最中は1時間から1時間半は拘束されて、移動時間で30分とか1時間ぐらい拘束されて、まあ、まとまった時間3時間ぐらい取らないと、まあ治療ってなかなかいけないんですけども、そういう時間がない方とかは、もう本当家で5分だけでも起動するだけでも全然違うっていう効果はあると思うので、そういう忙しい方とかにももちろんいいですし、スポーツやってない方、実際にデスクワークとかで肩が張ってる方とか、今スマホをいじってゲームやってる人とかって首とか結構もう張ってしまうんで、そういう方にはさっきのそのサスマタ的なこういうものをアタッチメントつけてもらってほぐしていただくとかいうこともできますんで、とにかくこの今疲れを感じている方、また痛みがある方にはもう全員におすすめだっていう感じなので、ぜひですね、このスポーツやってない場合でもとか、やってない私なんかにとかって思わずにですね、少しでも疲労だったり凝りがあったりとか痛みがある方にはこれはかなりおすすめですので、ぜひ手に取っていただければなというふうに思います。では最後にですね、今回この動画を見ていただいた方にはですね、その概要欄の方にクーポンコード、5% オフになるクーポンコードを貼り付けておきますので、ぜひそのクーポンコードを使って、5% オフで、お買い求めしていただければなというふうに思います。多少ですが、値段も安くなるということは、コストパフォーマンスも先ほどよりも高くなるということで、靴一足分買うというつもりでまずこちらを手に取っていただいて、実際に試していただければなと、僕自身はかなり効果を、実感することができましたので、試していただければなと思います。僕自身もこの後ですね、マラソンの連戦というのはかなり続きますんで、このマッサージガンを使って疲れを取りつつ、しかもさっき言った足のアキレス腱の痛みも取りつつ、最高のパフォーマンスをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。